かもべ五郎左衛門が感触の強い人だということは顔を見ればわかる。いつも眉をしかめて唇をへの字なりにして何もかも気に入らないと言いたそうな目であたりを見回す。また一日中喉でうるルる,るけふんというような妙な音をさせる。咳をするのでもなし、痰が絡むのでもない。 一種奇妙な高盗運動であるが、これが激しくなると感触が起こる証拠なので、若い者たちはなるべくそばへ寄らない工夫をした。そういう性質のものの特徴で、老人は非常に我が強い。自分でよしと信じたことはなかなか後へ引かない。そしてよく考えて誤っていたことがわかると、 こちらから出かけて行って恐ろしく開き直って謝る。それには目上も目下も差別はなかった。一度なぞは足軽長屋へ行って謝ったことさえあった。人によると、あれは老人の虚栄心だ。と悪口を言うが、当人としてはそうせずにいられないので、他人の批判などは頭から問題にしていないのである。 老人とは言っても、五郎左衛門はまだ五十二歳に過ぎなかった。佐ぬの国、高松藩の年寄り役で、藩政の実務に優れた裁判があり、感触があろうと、我が強かろうと、なくてはならぬ人物の一人に数えられていた。残念なことには、男子がなく、八重という娘一人しかいなかったが、 負け嫌いな老人は残念だというような顔は決して見せず「バカでも愚かでも己のことなれば跡継ぎにしなければならぬが向こうを取るとすれば思うような人物がより取りにできる」「結局この方が道理に合っているではないか」そういう合弁を浪していた確かにそれは合弁だったに違いない。 けれども老人は事実その通り襟抜きの婿を手に入れて家中の人たちを大変悔しがらせたのであった。同じ家中で番頭を務める内田格衛門の三男に慶之助という若者がいた。三男の暴れ者というが幼い頃の彼はまさにおっとりして平凡なほとんどいるかいないかわからないような子供だった。 しかし、八歳の時、小御将としておそばへ上がると、藩主の松平頼重が目をつけ、うまく育つとこれは役に立つ人間になる、と言って非常に寵愛された。そして実際、十三子の年頃から次第に才能を表し始めたので、頼重は彼を江戸へ連れて行き、小野次郎衛門の道場で投法を。 また昌平公へ入れて学問を学ばせた。小野は二代の忠常であったが、父の次郎右衛門忠明の後を継いで小野流を確立した人物であるし、昌平公は道春の三男である林春斎を学頭として、まさに第一期の流星を迎えている時だった。慶之助はここでも、 数年の間は農中の針であった。周りの者は妙な田舎者がいるなと思うだけで別に注意もしなかったのであるが二十歳前後になるといつかしら栽培を抑える存在になっていた。それは水が地中へ染み広がるような感じだった。それまでは単にそんな人間がいるくらいにしか見ていなかったのに ある時気がついてみると抜き差しならぬ人物になっていた昌平校では春斎の皇帝である樋口永生の秘蔵弟子だったし小野道場では三権の一に数えられるようになった鴨部五郎左衛門はこの青年に目をつけたのである直接に知っていたわけではないが帰国の折など よりしげが話すのを聞いてこれだと思い、早速縁組の話を始めた。けれどもその頃は、内田でもチ期の間からいくつも縁談が持ち込まれていたので、いずれとも本人の意思に任せたいから、という挨拶で即答を断った。他からすでに話があると分かって、老人がどんなにやきもきしたか。 どんなに例のうるるんけふんを連発したかは想像にあまりあることだろう。そしてやがて、けいのすけが高松へ帰還してきた。彼は二十五歳になっていた。相変わらずおっとりした物腰だし、立ちも言葉つきも昔と少しも変わらない。親たちも二人の兄も、 それからどんな素晴らしい人物になったかと待ちかねていた旧友チキの人々もあんまり変わらなすぎる彼を見て拍子抜けがしたくらいだった。帰ってから半月ほどして、実は婿の話が来ているのだが。と、隠衛門がいくつか縁談のあることを話し出した。彼はすぐ兄上がいらっしゃるのに。 私が縁組をするというのは困ります。と答えた。しかし兄にはもう嫁が決まっていたし、時計は母方の親類で背景になっている家を再興することになっていた。ではその話を伺いましょう。彼は納得した。しかし相手は一体誰々なのですかごし数が多いので書いておいた。 これだけある。隠衛門はちょっと苦笑しながらそこへ巻紙を広げてみせた。縁談を持ち込んできた相手の長きである。数えてみると十二件あった。こう並べて書くと一列一体で交通がなく見えてなかなか妙案でございますな。彼はそう言いながら長きを見ていった。 そして終わりまで見通すと、髪を巻き収めながら、もし父上にご依存がなかったら、かもべへ参りたいと思います。と言った。慶之助が自ら望んだと聞いた老人の得意さは大層なものだった。慶之助は八重を知るはずがない。身分でもずっと高い家から望まれていた。 それにもかかわらず、カモベイというのは、この五郎左衛門を見込んだに異論はないだろう。つまるところ、互いに人物を見込み、見込まれたわけだ。普段若い者たちに煙たがられているだけに、そう思うことは老人にとって一種の酔い心地でさえあった。隠衛門が承諾を告げに来たあくる日の朝のことだった。 初秋には少し肌寒いほどの風があって、庭の松林がしきりに少々と枝を鳴らし、夏季の終わった不要の黄ばんだ葉がいかにも哀れにカサカサと地を転げていた。五郎左衛門は落ち葉を踏み踏み、自慢の七葉松の手入れをしていたが、来客だという知らせを聞いて庭から上がった。 内田様です。歌詞がそう伝えた。こんなに早く何事かと思い、玄関へ出てみると、隠衛門と慶之助が立っていた。その上慶之助は鎧びつを背負い、槍を持っていたし、二人の後ろには下べがハサミ箱を担いていた。まるで戦場へでも駆けつけそうな格好である。 さあ、どうぞ。五郎左衛門は不審に思いながらそう会釈すると、右衛門は手を挙げて遮った。いや、拙者はこれで失礼つかまつる。なぜ敬之助を連れて参ったので、お渡し申せばもはや役目は済みましたから。というとつまり、 つまり、向こ入りでござる。隠衛門はにっこりともしないでいった。確かに、圭之助はお渡し申しましたぞ。ようござるな。しからばこれで、おとまつかまつる。そして、さっさと帰り去ってしまった。老人は、うるるる、けふんと喉を鳴らし、顔をこわばらして玄関へ棒立ちになっていた。 これが敬之助の婿入りであった。五郎左衛門は少々ばかり派手に披露をして、家中随一の婿取りを誇るつもりだった。そのためには中央堂誰々、支度はカクカクと胸山洋を立てていたのである。ところが前夜話が決まった。今朝、鎧一両、槍一筋。 夏冬の着替えを持つだけで当の婿が乗り込んでしまったのだそしてこれは慶之助がどんな人間であるかを示す第一の警告だったのである寝取りの立つような杯が交わされた御用が多いですから杯が済んだらすぐに登場いたします慶之助がそう言うので 八重は髪を言い直す糸間も,もなく祝言の席に座った。そして終わるとそのまま、敬之助は途上してしまった。事実その時敬之助は多忙だった。それは高松城下に小野流の道場を建てることになり、彼がその裁量を命ぜられたのである。高松にはすでに上原茂平、長沼志郎左衛門、 力丸半右衛門という三師範がいて、東方を享受していたから、新たに小野流を加えるについては、この三者と接種をすべきことがあり、道場や門人についても、他とのふり合いに考慮を要するものが多かった。慶之助は、持ち前のおっとりした急がない性質でじりじりとことを運んだ。やがて、すべてを順調に収めることができ、 二番町に敷地が選ばれて、冬の係には道場の建築を始めるところまでこぎつけた。この間の五郎左衛門の落ち着かの様子は気の毒なくらいだった。せっかく家中戦法の婿を取ったのに、披露する糸間がないばかりか、ゆっくり話をする暇さえもない。朝夕の挨拶と、たまたま夕下の時に顔が合うだけで、 何か問いかけても、はかばかしくは相手にもならないで立ってしまう。ある時、守備よく庭へ連れ出すことができたので、老人は自慢の七葉松から話の糸口を引き出そうとした。それは高さ三尺余りで樹齢三百年と言われ、きっくつたる幹と枝の張りざまの見事さだけでも陳重すべきものだった。 どうだこれは。三葉松とか五葉松などはさして稀ではない。けれども七葉の松というのは別に千葉の唐松といって鎮中の鎮とされている。これまで育てるにはずいぶんと苦心をしたものだ。いずれ世話の仕方を教えるから大切に子孫へ伝えてもらいたい。はあ。 啓之助はつと手を伸ばし、無造作に枝を引き寄せて葉を数えた。老人はびっくりして押しとどめた。そう乱暴してはいかん。枝が折れてしまうではないか。なるほど。啓之助は頷いていった。確かに必要でございますな。つまり、そうすると、この枝全部が、 きちんと必要あるのですかだから必要待つというのだ。それはまた律儀なことだ。一人ごとのように呟くと、刺したることもないという顔つきで立ち去ってしまった。またある時、夕下の後で、老人は彼を巧みに自分の部屋へ誘った。そして、節村の課長の退服と、 小つまの茶碗を取り出してきてみせた。セッソンの方は名作ではないが、好んで用いたという那須紙に足シりの着彩で、なかなか贅沢な仕立てであるし、茶碗には光悦の渋書という名がついていた。二つとも秘蔵の品で、七王松ともに老人が鴨部家の三絶と称しているものである。 しかし、慶之助は、さっぱり感心した様子も見せないので、五郎左衛門は大層イライラした。慶之助は、昌平校でも秀才の名を取ったと聞いている。だから、セッソンの絵や、光悦の銘のある茶碗などには、さぞかし興味もあり、理解も持つだろうと思ったのに、ただ、はあ、はあ。」とうなずくだけで、何の答えもない。 そこで老人は薬器となり、光悦の命が昇進疑いないものだということや、節尊の筆法の特徴などまで語り出して汗をかいた。けれども、慶之助の無環境な目や、どっちでも大したことはないと言いたげな顔つきを見ると、それ以上何を説明しても無駄だと知ってさじを投げた。ご用が多忙で、 気持ちが落ち着かないのだろう。それにこういうものを味わうにはまだ年が若すぎるのかもしれぬ。そう思って自ら慰めたのであった。道場の建築が始まると、桂之助にもようやく体の糸まができた。五郎左衛門は待ちかねていたように、道場ができると初代の師範はお前か、と尋ねた。 これはむしろ家中の呼び声でもあったのだ。いや、私ごときには及びもつきません。敬之助はとんでもないというふうに首を振った。師範は江戸から迎えることになるでしょう。それはおかしな話ではないか。小野道場の三軒に数えられたお前がいるのに、なんでまたわざわざ江戸から人を呼ぶのだ。 私が、小野家で三権と呼ばれたなどというのは、語伝でございましょう。決してそんな事実はございません。しかし、家中で知らぬものはないぞ。拒絶は広まりやすいものでございます。いずれ事実はお分かりになるでしょうが。まるで他人のことのようにそう言った。そして彼の言った通り、年が明けると、 江戸から半沢助太夫というものが師範としてやってきた。ああ言っても、いざとなれば、慶之助が師範を命ぜられるのではないか。五郎左衛門にはまだそういう未練があったので、いよいよ助太夫を師範に道場開きが行われると、失望のあまり、家人と口をきかなかったくらいであった。 その不機嫌のまだ収まらずにいる翌朝のこと。珍しく慶之助の方から五郎左衛門の居室を訪れてきた。ひどく気真面目に座って手をつくので何事かと思っていると、誠に疎骨をいたしまして申し訳がございません。と抵答した。なんだどうしたんだ お栽培の松を折ってしまいました。何あの七葉松を踏み折ってしまいました。五郎左衛門は飛び上がり、顔色を変えて庭へ出て行った。いかにも自慢の七葉松が根元から折れていた。それもちっとやそっとの折れ方ではない。 ようやく皮ひとえでつながっているほどさっぱりと折れているのだ。誰か、誰か、庭方の半蔵を呼んでまいれ。五郎左衛門は喉いっぱいに叫びながら、そうすれば松が助かるとでも信じるように、折れたところを合わせて両手で懸命に握りしめていた。お庭方のものを呼んで相談したが、どうにもならなかった。 しかし五郎左衛門には長くそれを悔しがっている暇はなかった。というのは間もなく慶之助について心外な噂が耳に入ったからである。鴨部べの婿は評判倒れではないか小野門中の三権などと聞いたが実際に見ると二番町の道場でさえせいぜいが中軸どこだ。 あの話は何かの間違いだろう。老人はぎょっとした。いつか当人も三権などというのは五殿だと言ったが、無論それは謙遜だと信じていたのだ。そんな馬鹿なことがあるか五郎左衛門は湧き上がる不安を強いて押さえつけ、それとなく二番町の道場へ稽古の様子を見に行った。 5日ほど覗きに通ったが、噂は事実だった。慶之助は下場の徒でわずかな時間、ほんの四五人と立ち会うのだが、見ていても歯がゆいほどパッとしない。ああ、やるなという瞬間がたびたび見えるのに、決まって後手を引いては敗退する。では全然ダメかというに、そうでもない。いかにも噂通り。 中軸どころの極めて平凡なかも不可もないという程度である。一体これはどうしたわけだ五郎左衛門は呆然と探足した。まるで誰かに騙されたような感じである。家中随一の人物と見込んだ婿であり、多くの望み手を尻目に、まんまと自分のものにして、 いわば鼻高々というところをピシリと叩かれたのだ。だが見ていてやろう。半分は自分に挑みかかるような気持ちで辛くも感触を抑えつけた。人間の値打ちはそうやすやすとわかるものではない。たとえ当方がそれほどでないにしても、学問では秀才の名があるんだ。まあまあ見ていてやろう。 こんなことには辛抱が肝心だ。辛抱が。と思っているところへ追いかけて、慶之助がまた失策をしでかした。ごめんください。あるよ。そう言って婿がやってきた。彼が自分から老人の今へやってくるのは、これが二度目である。あの松の時以来だから、老人は思わずドキリとした。 そして座へ通ると、果たして敬之助はそこへ手をついた。誠に申し訳ない祖骨をいたしました。ご秘蔵の茶碗を割りました。というと、その、はあ、あの小摩の茶碗です。渋垣とかいう、銘のあるあの茶碗をつい割ってしまいました。 その時、五郎左衛門の頭に、ふと、泣きらに蜂、という言葉が思い浮かんだのである。後で考えると、泣きらに蜂という言葉が思い浮かんだのは、いかにも当たっていておかしかったが、その時は無論おかしいどころではない。すぐ立って見に行って、そして、五つばかりの破片になっている残骸を見ると、 子供がベスをかいたような顔つきになり、両手をぶらりと下げたまま、しばらくは物も言わずに立ちすくんでいた。その様子を見かねたのであろう。慶之助がそばから大層同情したように、あの松は焚き物になりましたが、と低い声で言った。どうも茶碗の壊れたのは、 使いようがあかませんな構わないでくれ。五郎左衛門はひしゃげたような声で言った。かまわないでくれ。俺をそっとしておいてもらいたい。でないと。慶之助はおとなしくそこから出て行った。五郎左衛門はだんだんとうるるんけふんをやらなくなった。 四中何かしら不安で落ち着かない。家にいると物音が聞こえるたびにドキリとする。また何か壊したのではないか。何か取り返しのつかぬことをやりはせぬか。その心配がいつも頭から離れない。上中とか人の集まるところへ出ると話し声が気になる。 低い声で耳こすりなどをしているのを見ると、すぐに自分の陰口ではないかと疑わしくなる。また、慶之助の噂に違いない。そして、俺が飛んだものを背負い込んだと言って笑っているのだ。彼らにはさぞ痛快だろうから。つまり、ひがみである。自分でもっと とも癒しめていたひがみが出てきたのだ。我の強い者にとって、影で人に笑われていると思うくらいたまらないものはない。五郎左衛門は、内と外との両方から神経を痛めつけられ、待てよ、と考えるゆとりを失って、自ら狭い穴の中へとはまり込んでいった。高松に春が巡ってきて、 藩校の別所である立林荘に、官王の宴の催しがあった。その宴の半ばのことだったが、御主君、寄重の側近で、ふと儒学の話が始まり、陽明と趣旨との優劣について、議論が活発に取り交わされた。しまいには、寄重も意見を言い出すほどで、少しでも学問に志のある者は、 老若の別なく進んで論争に加わった。まあ、せいぜいやるがいい。五郎左衛門は密かにくそえんでいた。今に慶之助がその結論を与えるだろう。学問でなら必ず進化を表すにそういない。そう信じて見ていた。しかし慶之助はなかなか口を開かなかった。 席の片隅で一人静かに逆をあげながら、ちょうど八分通り咲いている桜の枝を見上げたり、高い空の彼方に舞っている飛びを眺めたりしている。何もかも満足だ。何も不足はないとでも言いたげな様子である。いつまで待ってもそのままなので、五郎左衛門はついにしびれを切らした。 ここで名誉を回復しなければ、と思うと矢も盾もたまらず、これ、敬之助、と我を忘れて呼びかけた。その方には何か意見がないのか。その声はかなり高かったので、論じ合っていた者もこちらへ振り向いた。そして、よりしげが笑いながら、ああ。 啓之助には構うな。あれは学問のことなど知りはせぬぞ。と言い、すぐにまた議論へ帰ってしまった。五郎左衛門はあっけに取られて、しばらくの間、ご主君と啓之助とを見比べていた。よりしげの言葉が何とも消せなかったのである。けれどもやがて、憤慢が胸へ突き上げてきた。 もう我慢ができぬと思った。それでは一体慶之助は何者なんだ小野道場で三権の一というのが御殿であり昌平校の秀才だと信じていたら学問のことなど知りはせぬという七葉松はへし折るし秘蔵の茶碗はぶち割るしこれでは何のために婿を取ったのかわからない。 全体どうした間違いなんだこの責任は誰にあるのか五郎左衛門はそっと頼重を見合ったそうだ責任は御主君にある江戸から帰国されるたびに慶之助の噂をお聞かせなすった三権も秀才も御主君のお口から出たことだ 自分はそのお言葉を信じたまでである。そう突き詰めると、五郎左衛門の腹は決まった。それで大下の時、夜桜を拝見したいからと願い、よりしげに辞して、立林荘に残った。その夜は月が冴えていた。秋のように冴え返った月で、少し気温も低く、桜の枝も、 どことなくしんと息を潜めている感じだった晩餐のあとで頼重が庭へ出るのを待ちかねていた五郎左衛門は御意を得たいことがあるからと言って自信を遠ざけてもらいただ一人縁の奥へと誇示していった「話したいというのは何だ?」「恐れながら私事でございます」 慶之助のことか。頼重にそう言われて五郎左衛門は、ああと息を詰めた。不平が出る自分だと思っていた。慶之助のことであろう。いかにも、御意の通りでございます。聞こう。何が気に入らんのだ。五郎左衛門は、 先手を打たれて戸惑いをした。急には言葉が告げなかった。そして、久しぶりに、うるるん、けふんと口頭運動をやってから、ようやく表を上げて言い出した。五郎左衛門の言うことを聞き終わってから、よりしげは長いこと黙って、月光を浴びた花枝に眺め入っていた。それから、 ほとんど忘れたかと思う頃に、今から七年前の冬だった、と静かな声で話し出した。江戸城の大手先にある暴行の屋敷がもらい火で焼けたことがある。暴行というだけで名は言えない。その時家臣の幾人かがすでに燃えている蔵の中へ飛び込んで、 家宝の品々を救い出した。二人は火傷をし、一人は足を折り、そして一人は焼け落ちの土蔵の中で死んだ。後で改めて見ると、腹を切って、その腹中へ家宝の一軸を抱き込んでいた。不動明王を書いた軸だそうで、血まみれになっていたが、焼けずに済んだのだ。 暴行は言うまでもない。聞き伝えた者はみんなその侍の忠止に頭を下げた。そしてその侍の遺族に熱い火夫の沙汰があったとき、世は慶之助が暴行を批判して不明の人だということを耳にした。常々そんなことを口にする慶之助ではない。訳があろうと思って問い詰めると、 彼はこう申した。宝物を救おうとするのは家臣として当然のことである。しかしいかなる家宝といえども家臣の命に代えてよいものはないはずだ。いざという時に備え常々体を支えて奉公する侍をわずか一軸のために焼死させるのは主君の道ではない。 かの侍を奉承するのは同じことを繰り返させる危険があり、暴行がその点に気づかぬのは藩主として不明である。慶之助はそう申した。それから一年ほど経ってからだ。よりしげはちょっと息をついて続けた。ある時昌平公から樋口永生が来て、 慶之助を聖堂へ迎えて教官にしたいという。立っての懇網なので呼んで聞いてみた。すると慶之助は非常に心外な様子で。私は学者になるために学問をしたのではございません。そういうのだ。憲法も学問も一人前のご奉公のできる武士になるための修行で、 人に教えるとか、それで身を立てるなどという望みはいささかもない。さような話はごめんをこむります。まるでにべもなく断るのだ。その方、この言葉をどう思う五郎左衛門は何も言えなかった。しかし、何かが見えてくるような。 明るく力強い感動が湧き上がるのを覚えた「世が太平になると武士の生き方が生ぬるくなる」と頼重は言い継いだ「戦国の世ならばあたら武士一人を焼死させるほどけ物一軸を大切にする大名もあるまい」「また肝心の宝庫をよそにして 己の学問、武芸に気を奪われる侍もないだろう。武士が武士らしく生きるには、大平ほど難しく困難なのだ。慶之助はそう申した。学問も武術も、一人前の方向のできる侍になるための修行に過ぎない。備えて持つべきものは、鎧一両、槍一筋。 その他無用の品は、一物も身近に置かぬのが侍のたしなみであると。よりしげはそこで言葉を切った。まだ言いたいことがあるようだが、それを抑えてじっと胸の中で味わっているというふうに見えた。それからもう五郎左衛門のいることも忘れたように、 静かに五天の方へ歩み去った。老人は踏み折られた松を思い、渋書きの茶碗を持った。身近に無用の品を置かないことが武士の足しなみであることはよく知っている。少しでもそういうものに心をとらわれては一筋のご奉公はできない。 それは論理としてはよく知っていたのに、実際には手にある気候の品が話せなかった。鎧一両、槍一筋を持って婿に来た桂之助には、どんなにそれが未練なものに見えたことだろう。うん。五郎左衛門は何か胸へ突き上げるようにうめいた。 うん、あくるよ家で夕下を済ませた後五郎左衛門は向こうを今井呼んだそして節孫の大福を取り出してきてこれを始末したいがどうしたらよいかと尋ねた慶之助は目をしばしばさせて舅人の顔を見上げた さようでございますな。わたくしなら、おかみへ捧げるところでございますが、しかしまた、どうして手放すお考えになったのですか。五郎左衛門は、うるるんけふんと言い、いかにもしてあったりというように笑った。なに、お前に引き破られるよりいいと思ってな。